皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。時は1537年の秋。ご覧の通り、伊達がそこまで来ている。もっと安藤頑張れよ。っていうか、このままだとやばくね。ここは有効度を上げるのが賢明だ。なるほど。今回は有効度を上げつつザキカキがガンガンいっちゃうよ。では伊達との有効度を確認してみよう。伊達との有効度は50となっているわね。この有効度50を覚えていてくれ。金100でいいの？あまり金をかけるのもあれだしな。おい、断られてんじゃねえか。ここは一つ、あれを使う。何？裏技でもあんの？ただのロードだ。なんだって。それでうまくいくのか？まあ見てろって。とりあえずコマンドはカットで。おい、また断られてんじゃねえか。しかも枕まで持っていってるのによ。てかまたロードかよ。まあ見てなって。さっきからそればっかだな。成功。マジかよ。では伊達との有効度を確認するぜ。有効度が60になってる。このチート野郎。弱小大名が生き残るためだ。ぐぬぬ。是非に及ばず。さて時は1537年の冬。今こそ南部を打つ。ついにこの日が来たか。我らが攻め入るは三戸城なり。相変わらず嫌われすぎはロタ。その様は差し詰めその歌を聞かされる幸運のようだわい。四面楚歌か。いざ出陣なり。三日月の丸くなるまで南部領、この歌を自制の句にしてくれるわ。ちょっと落ち着け。ちなみに南部領は広大で南北に長い領土だったんだぜ。なので三日月が満月になるほどの移動日数という意味だぜ。勉強になる。ところで動画が移動だけだとつまらないよね。まさか久しぶりのカットで。はい、三戸城城内です。なんか南部が飛び道具出してきたけど。あれは武将が持つスキル技能だ。南部は焼き打ちという技能がある。これを使うと火攻めが使える。南部ばっかりずるいぜ。突っ込んできやがった。それでは一斉攻撃でお返しだ。小野寺これ道にダメージ。これ道はもともと将軍家に仕えていたんだ。だが父が死んで家督争いに巻き込まれ家臣に殺された武将だ。なんか気の毒。小野寺これ道を捕らえたわ。よし、じゃあまたカットで。よし、一斉攻撃。南部春政にダメージ。春政は広大な領土を築くも後継ぎがなかった。
そこで石川貴信の子信長を婿養子に迎えた。しかし1570年に男子南部春次が誕生すると状況は一変。配下の大浦為信が津軽で謀反、石川貴信を討ってしまう。そんな渦中、1582年に死去。13歳の南部春次が後を継ぐも1ヶ月後に謎の死を遂げたのだとか。面白いけど、うんちく長すぎ。うんちく語ってる間に終わりそうだな。これでとどめだ。南部春政を捕らえたわ。これで城ゲットだ。南部春政に血を賜る。これでやっと南部を滅ぼしたぜ。長い道のりであった。さて時は1538年の秋。次は調略するぜ。しかしてその相手とは？笠井家家臣、浜田広綱。広綱は奥州笠井家の一族だ。所領を減らされ米ヶ崎城を奪うも敗北、所領を失った武将だ。やった。成功したわね。これで内容が使えるぜ。では早速戦だ。目指すは小塚田城なり。伊達はお味方してくれるかしら？有効度は70だ。大丈夫だろう。伊達殿がお味方でござる。これで戦も有利に運べるな。よし、じゃあ早速内容だ。寝返りうえこれでさらに有利になったぞ。城に入ったわ。よし、我らも後を追うぞ。はい、久野平城城内です。一斉攻撃だ。樫山明義にダメージ。明義は笠井家家臣随一の実力者だったそうだ。だが兄弟の内紛や周辺の豪族と争うようになり、次第に衰退したのだとか。この時代は兄弟で争うとかよくあるのね。あと一息だ。しぶといわね。樫山明義を捕らえたわ。これで城もゲット。じゃあ次は小塚田城ね。はい、小塚田城です。
本堂頼親に一斉攻撃。頼親は金沢城主と争い戦死した武将だ。ちなみにシリーズでは天正期にしか出てこないマイナー武将だぜ。レア武将だな。アサリが猛追してるわ。逃げ切るぜ。よし、城ゲット。残念だったな、アサリ。本堂頼親を捕らえたわ。残るは火災のみ。火災春種にダメージ。春種は伊達家の内紛の際、伊達春宗に協力。春宗の実弟で笠井家の養子、笠井春清を倒した武将だ。この時代って容赦ないよな。よし大混乱。よしフルボッコだ。大混乱で攻撃するか？あるよね、こういうの。もう少しだ。火災春種を捕らえたぜ。我らの大勝利なり。東洋。東洋。にるなりやくなり好きにしろとな。火災晴れたね、塩玉割る。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。次回も一波乱ありそう。どうなることやら。それではご視聴ありがとうございました。